今回はまた視聴者さんからココタンに大量のプレゼントが届いたので開封していきたいと思います。ココタン、ココタン、ココタン、お尻しか見えてないよはい、まず一つ目はこちら、キャリーに入れるベッドみたいですね。これ後で別の動画でご紹介したいと思います。はい、そしてこれ、うんちが匂わない袋もうポコタン、ポコタンあ、続いてですね、こちらポコタンのおやつみたいです。開けたいと思います。もうポコタンね、ほらおやつあるよ、ほらおやつ、うわ気になるね、ポコタン気になるね、夢中だねポコタン見て、うわすごい、たくさんおやつ入ってる。ポコタンの好きな梱包材だ、梱包材、梱包材入ってるよ、ポコタン全然見てない全然見てないうわすごい、たくさんおやつ入ってるよ、ポコタンすごいね、ハロウィンだ、ハロウィン、ハロウィンのおやつ、これ今度ハロウィンパーティーやるからポコタンその時に開けようか。なんかすごいいろんな種類のおやつが入ってる。食べたくてしょうがないんだね、こっちの袋気にしてたのにこのおやつの袋になっちゃったちょっと掘らないで掘らないでさあ続いてこちらですね、卵ちゃん、卵ちゃんだポコタン。しかもこれすごい、ちょっと開けてみようか、ハロウィンの卵ちゃんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ココタン、ちょっと待って、見えない、見えない、うん、開けてあげるから、ちょっと待って、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、フランケンシュタインの卵ちゃん、すごいね、こんなのもあるんだね、卵ちゃん大好きだからね、ココタンね、後で遊ぼうね、うんうん、ちょっと今、タグがついてるから、後で遊ぼう、はい、夢中、うおー、すごい、これ。ハロウィン仕様のミッキーだ。ボタンどんどん出てくるよ、おもちゃが。ほらハロウィン、かわいい。ボタンシャンプータオルありがとうございます。ボタンすごい夢中だね、おもちゃに。はい、こちらミニオンのお洋服、わかわいいね、これめっちゃかわいいよ、ボタンミニオン。この間ね、僕あのAmazon プライムで初めてミニオン見たんですよそれでやっとこのクマのね、ぬいぐるみの意味が分かりました。この子が好きな、ずっと持ってるぬいぐるみなんですよね。初めて知りました、かわいい。これスヌーピーだ、スヌーピー、ポコタン、スヌーピーのお洋服、かわいいね、これもね。ポコタン見て、スヌーピー、全然興味ないかあ、これもスヌーピーですね、かわいい。なんかすごいリアル、細かいところまで作り込まれてますね。 J プレスのお洋服ですね、 J プレス、かっこいい。真っ黒だよ、ここだ。うわ、しかもうわ、これかっこいいね大きなワッペンみたいなのがついてる。さあどんどん行きましょう。あ、これも J プレスだね。 J プレスかっこいいんだよね、服がね。結構 J プレスのお洋服買ってますけど、かっこいいんですよ。なんかこのね、この J プレスってここにでっかく書いてあるものとかが結構多いんですよね。あとすごいシンプル、作りが。それで僕すごい気に入っていつも買ってます。ありがとうございますココタン疲れちゃった、疲れちゃった遊び疲れちゃった。これお洋服だよ、お洋服、お洋服。はい、あ、これも J プレスだ、すごいかっこいい。ポコタン似合うよね、多分こういう色ね、カーキ色ね、すごい似合うんだよね、茶色にね。あ、いいねいいねいいねすごいお洋服がたくさん入ってる、ポコタン良かったね。はい、おー、これもいいですね。これなんか室内用とかにもいいですね、なんかパジャマ感覚で着れそう。 J プレス、かっこいい。はい、これも、あ、このタイプは初めてかも。ここにね、 JP って書いてあって J プレスっては書いてないんですね。こういうタイプもあるんだ、これ初めて見ましたね。うわー、これはこれはポコタン、これはポコタンというよりは僕が好きなポコタンというよりはこれ僕が好きなアベンジャーズのお洋服、かっこよすぎる。これはす
すごいね、ハルクとアイアンマン、キャプテンアメリカとマイティソーがいる。すごっ、こういうのもあるんだ。うわ、これはすごい。ありがとうございます。ポコタン絶対匂うよこれ。あー、いいねいいねいいね。あ、へえ、これあの指サックタイプの使い捨てお耳拭きだって。耳の中を掃除するやつですね。指サックだからこう耳拭きが嫌いな子でも割とやらせてくれるものみたいです。こういうのもあるんだね、すごいね。今回もたくさんのプレゼントありがとうございました。めっちゃ書くじゃん、ここだ。すごい書くじゃん。